はい、皆さんこんばんは。Google シニアプロダクトスペシャリスト水谷と申します。本日は動的検索広告、つい先日、先月末ですね、全世界全言語で、利用可能になりました新しい機能について、今日はご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずですね、若干ハウスクリーニングの事項があります。画面がもし見えない方、ちょっとブラウザの URL の、ところで、ポップアップブロッカーなどが、アラート出してないか確認してください。で、音が聞こえない方、ブラウザをリフレッシュしてみてください。で、セッションはおよそ30分ぐらいを予定してますが、その後 Q&A を、10分15分用意してます。で、質問がある方は随時、画面の、左手ですね、Q&A、スピーカーへの質問を送信できますというボックスがありますので、質問自体は随時、受け付けておりますので、こちらからよろしくお願いします。基本的に今回の、動的検索広告に関連する、質問を優先的に回答させていただきますので、あらかじめご了承ください。で、セミナーについてのフィードバックですね、このセッション終わってから簡単なアンケートがございます。ぜひ、今後のためにも、もしくは、こういった機能を追加してくれと、動的検索広告をさらに活用していただくために、ぜひアンケートにご協力いただければと思います。で、最後にもう一度視聴したい場合ですね、後日、メールのフォローアップさせていただきますので、そちらから、録画動画をご覧いただくことが可能です。はい、本日のアジェンダですが、大きく分けて、製品概要から始まり、活用事例、で、最後に、実際に画面を見て、スクリーンショットですが、運用方法ですね、どのように設定したらいいのか、そういったことを中心に説明させていただいて、セッション、セミナー自体は一旦クローズして、質疑応答に移りたいと思います。それで、セミナー始まる前にですね、ここで簡単な、クイズを出したいと思います。皆さん、一ユーザーの立場になって考えていただきますと、何か情報を探している場合、Google にアクセスしていただいて、自分が求めている情報を言葉として検索していただくと思いますが、その際に、3語以上、単語でいう、3つの単語以上で検索する、ケースというのは一体どれぐらいあると思いますか？例えば、T シャツというふうな検索だけではなく、長袖、T シャツ、秋物とか、そういった、言葉を組み合わせるパターンですね。こういったもの、どのぐらいあると思いますか？これですね、グローバルのデータなんですが、大体54%。つまり、2回に1回以上は、複数の言葉で検索するということが、データとして、表されています。これ意外に多いですかね。少ないですかね。で、2つ目。じゃあ、毎日検索される言葉は非常に膨大な数に上りますが、1日に検索される検索クエリのうちで、これボリュームではなくその種類の方ですね。過去6ヶ月の間に検索されたことがない、ブランドニューみたいな、新規の検索クエリ、検索の言葉というものは、どのぐらい占めるでしょうか。これですね、20%ということで、5回に1回は過去6ヶ月に今まで検索されたことのない言葉が、検索される。これは何かしらニュースで取り上げられた、芸能人の名前かもしれませんし、新規の新しいサービスや商品かもしれません。過去6ヶ月にわたって、検索されたことのない言葉が、5回に1回は、検索されていると。非常に、ユーザーがですね、移り変わりが激しい。このシーズナリティであったり、もちろんトレンドというのもありますが、非常にこのユーザーが検索する言葉の多様性というものが、日々変わっていくと、そういったところが、わかるかと思います。最後の問題ですね。皆さん、広告主の立場として、アドワーズをご利用いただいているかと思いますが、
そこでキーワードを運用していただいていると思います。で、皆さんが、運用していただいているキーワード、まあ、そのキーワードに完全に一致する、検索クエリの割合はと、これどれぐらいだと思いますか？例えば僕が T シャツを売っていて、まあ、T シャツで、もちろん先ほどの3号以上の占める割合が54%なので、まあ、秋物の T シャツのような、キーワードを運用していた場合に、その秋物の T シャツで、ユーザーが検索した場合は完全に一致すると。ただ、秋物の T シャツ、長袖のような、また言葉がついたら完全に一致しないわけですね。こういったものは基本的にキーワードのマッチタイプ、フレーズ一致であったり部分一致ということで、もちろんカバーはできるんですが、完全に一致するキーワードの占める割合、これですね、実は70%が、ごめんなさい、完全に一致するキーワードがない検索例ですね。完全に一致するのは30%、残りの70%は、キーワードが完全には一致しないので、マッチタイプでフレーズ一致や部分一致で運用されている場合は、関連性が高ければ表示される。まあ、そもそも、先ほどの1個前の問題で5回に1回は検索されたことのない言葉なので、もちろんカバレージが100%になるとは限らないんですが、非常にこの3問の、クイズから通して見えることは、ユーザーの検索傾向が日々変わっていくと。で、それに対して、広告主の立場でそのユーザーの、ニーズの変化というものを捉えて、広告を表示、いかに、広告を表示していくかというのが、肝になってくるということが分かるかと思います。で、皆さん、今日参加されている、方、ちょっと簡単にリスト等を、拝見させていただくと、もちろん広告代理店の方であったり、まあ、エンドの広告主の、皆様、いろいろな方がいらっしゃいます。で、例えば、まあ、ここで、そうですね、旅行代理店さんでいろいろなホテルや、まあ、広告チケットを扱っているサイトを運用している、まあ、または、リテールのお客さんで何かコンシューマーグッズ、消費財系をオンラインで販売している、まあ、イメージは何でもいいんですけど、もうウェブページとしては非常に、膨大な何千ページ、何千で聞かないと思いますね、何万とか、まあ、大きなウェブサイトだと数百万単位のウェブページを、更新していかなければならない。これは新しい商品の取り扱いであったり、在庫の変動に応じて、ページを変えていかなければいけない。まあ、こういった非常にウェブのメンテナンスをするだけで、大変な労力を要するかと思います。ここで、皆さん、広告配信する、対象のページ、その数百万あるウェブページの中から、皆さん、ここ、ユーザーを自然検索ではなくて広告を通して誘導したいページ、まあ、それが100だとしたら、キーワード広告でどれぐらいをカバーできていますでしょうか。これはちょっと込み入った話になりますが、実際にアカウントを運用されている方は、インプレッションシェアというものを確認することができますので、まあ、そこで自分が広告を表示できている割合というのを、まあ、アカウントを通して見ることもできますが、例えば、キーワード、運用されているキーワードで、すべてのユーザーのニーズを把握できて、自分のサイトに誘導できているか、まあ、そこが非常に、人間で考えるうちには限界があるんですね。皆さん、キーワードのリストを作るときに、いくつか方法があるかと思いますが、例えば、Google のキーワードツールを使って、キーワードのリストを生成したり、もしくは自分の、こう感覚で、自分ならこうやって検索するだろうということで、キーワードをひねり出したり、または自分のウェブサイトを見てみて、まあ、どういった言葉が、共通しているかなと、あとは自社製品で、世の中ではどうやって呼ばれているんだろう、まあ、そういった、まあ、自分が思いつく範囲でキーワードを運用するのが、まあ、現状だと思います。で、そこでですね、例えば今回ご紹介する動的検索広告、まあ、こちらを利用すると、今までの、ベータテストから、実際に、運用を通して大体ですね、10%から15%ぐらいの、トラフィック増というのが、今まで見て、見受けられます。まあ、これは、皆さん、キーワードを運用して、まあ、大体7割、8割強ぐらいは、なんとかトラフィックを、ウェブサイトに誘導できてるんですが、実際にこの動的検索広告を使ってみると、
さらにプラス、まあ、10%、15%ぐらいのトラフィックが、呼び込める。これはまあ、人間が考えうる限界と、まあ、システムの、まあ、それを動的にこう対応してくれる、まあ、利便性というですね、まあ、その辺を兼ね合わせると、かなり、カバレッジというのは広がると思われます。で、実際に、じゃあどうやってこの、動的検索広告というのを、まあ、作成して運用していくか、まあ、これは簡単な、概念図になりますが、まず1つ目ですね、まあ、実際のセットアップ、まあ、広告の設定をするわけですが、イメージ的に、大きく2つの、機能が動作します。で、最初にですね、皆さん今キーワードを運用している感覚で、ご自身が運用されているウェブサイトの情報で、代わりに入札をします。で、感覚的にキーワード、例えば T シャツというものでいくらというふうに入札していたものを、T シャツを扱っているウェブページの URL であったり、そのウェブページのタイトル、まあ、そういったところをルール化して、T シャツという URL が含まれていたら、例えばいくらで入札する、いくらで広告を配信する、まあ、そういった、設定ですね。キーワードの代わりに URL の情報を使うということが、左手の、絵で表しているところ。でも一方で、そのキーワード以外のところ、これは、ね、広告テンプレートを使います。で、現状はですね、皆さんキーワード広告を運用する場合は、広告のタイトルから説明文1に表示 URL で、最後、ランディングページの URL ですね。こちら、皆さんマニュアルでスタティックに、書かれていると思いますが、これもですね、動的検索広告を利用すると、最初の広告のヘッドライン、タイトルの部分と、ランディングページの部分、ここはシステムが自動で一番関連性の高いものを、選択して、自動で生成することが可能ですので、皆さんが手動で設定するところは、説明文の1、2、広告テキストの1、2の部分と表示 URL だけで、OK になります。まあ、ちょっと、おさらいとしては、セットアップでキーワードの代わりに URL で、ルールを設定して、で、皆さんが手動で作られている広告テキストのうち、広告のタイトルのヘッドラインの部分と、ランディングページの部分も自動で関連性の高い、ユーザーが検索した検索クエリに関連性の高いものをピックアップして、動的に生成する。ここが、非常に、特徴的な機能になります。で、一旦セットアップをしますと、まあ、実際にどうやって、機能しているかというところなんですが、実際はですね、Google 検索で、まあ、サーチボットと呼ばれる、まあ、プログラムが皆さんのウェブサイトを定期的にクロールして情報を書き集めてインデックス化して、るわけですが、そのインデックス情報を使います。で、そうしますと、皆さん自身がキーワードを運用しなくても、キーワードとして運用しなくても、運用されている URL の情報をルール化して設定しておくだけで、そのページ、各ページですね、各ページに関連する検索クエリをシステムが動的に特定して、その関連性のある検索クエリで検索されたときに広告を配信すると。そういったところで、インデックスされたウェブページの情報から関連性のあるクエリを特定する、そういった動作をしています。で、3番目ですね、その広告配信というところ、ちょっと重複する部分がありますが、その実際に配信される場合、これも選択された一番検索クエリに関係性の高いと思われるランディングページを選択して、で、そこのランディングページのウェブページのタイトルの中から検索クエリに関連する言葉をベースに、動的に広告のタイトルを作成して挿入して広告を表示すると。そういった、動きになります。これはですね、非常にダイナミックに、動的に更新されてますので、まあ、今まで何かページを追加したときに、新製品を取り扱ってウェブページを更新したときに、このページに対してどういうキーワードで入札したらいいんだろうとか、このページに対してどういう広告タイトル文を作ればいいんだろうとか、そういったところに時間がやはり割かなければいけなかったんですが、これはもうシステムがそこを自動でやってくれるということで、新しいページが更新されようが、
ルールさえそこの、ウェブページにマッチしていれば、あとは、何も手を加えることなく自動で広告が配信されると、非常に時間の節約になる、機能になっています。で、ここでちょっと今の、先走って説明してしまったんですが、動的検索広告の利点としてですね、いくつかちょっとまとめてご紹介させていただきます。まず1つ目、最初の方のスライドでもちょっと申し上げましたが、だいたい10%から、アカウントの構成によって15%ぐらい、このぐらいの、トラフィック増というのが今まで、見受けられています。で、ただ単にトラフィックを増加させる、何か無益なトラフィックを送り込むということではなく、ポイントとしてはもちろん最適化、いろいろレポートを見て、除外キーワード、除外の設定ももちろんしなければいけないんですが、そういったオプティマイゼーション、最適化を行った上で、かなりポジティブな ROI ですね、広告の投資、費用に対しての、クリックだとかコンバージョンっていうのを、通常のキーワードキャンペーン相当、もしくは、ケースによってはそれ以上の、ROI を確保しながら、トラフィックを増加しているお客様もいらっしゃいます。で、2つ目、もう時間と費用の節約というのは先ほどの、概要の機能のところでもご覧いただけたかと思いますが、だいたいですね、10分から15分ぐらいで一通りのセットアップを終えることができます。で、ウェブページを更新して、例えば新しい製品を取り扱ったので新規のページを作りましただとか、もう在庫がなくてページ自体は存在してますが、もう売り切れです、そんなところにユーザーをお金払って送客するというのは非常に難しいと思いますので、そこもですね、動的にこの動的検索広告のシステムがインデックス情報をもとに新しいページの情報が更新されたタイミングでまた、調整して配信してくれる、これも非常に手間いらずというところですね。で、最後のこのパフォーマンスの低い検索クエリに対して入札単価を自動で引き下げるというところですね。これ非常に新しい機能で、ベータのうちには最初なくて、最近、実はバックエンド側で、アップデートされた機能なんですが、クリックがされにくいとかコンバージョンがされにくい、そういった検索クエリの場合は設定されている入札単価よりも引き下げて、ちょっと抑え気味に入札をする、これはシステムが自動で判断して ROI に、ポジティブに働くように、オークションに入っていく、これも、かなり、特異的な特徴的な機能になります。それをすることで、ビットをサードパーティーツール、いろいろツール使ったりレポートを見てビットをこまめに調整する手間というのもですね、これはシステムが自動でやってくれるという意味では非常に大きなメリットになっています。3つ目、透明性とコントロールというところで、実際に動的検索広告を運用するにあたってレポートが一つの成功の鍵になります。で、これもどういった検索クエリに対してどういうランディングページが動的に選択されて、かつどういう広告のタイトルが挿入されて、その結果インプレッション、クリック、コンバージョンがどう結果として落ち着いたか、そういったところもレポートで確認することができますので、それを活用しながら、じゃあこの検索クエリはパフォーマンスがコンバージョンにつながらないねということであれば、もちろん通常通り除外キーワードとして登録したり、ルールの書き方でそのルールがあまりにもパフォーマンスが悪い、トラフィックは呼んでるけどコンバージョンに至ってないみたいな、そういうページがあるんであれば、もちろんそれも除外することができます。そのレポートを活用してやはり定期的に最適化するというところが、これの一つのメリットでもあります。最後、コンパチビリティというところで、動的検索広告は例えばサイトリンクですね、非常に CTR が高くなるサイトリンクであったり、コンバージョンオプティマイザー、拡張 CPC、 その他の機能とも、併用して活用することができます。また併用して活用することで非常に効果が高いという結果も出ておりますので、その点も非常に有意義な機能かと思います。はい、続きまして活用事例ということで、じゃあ実際にこの動的検索広告を使って向いている広告主様の属性であったり、あまり向いていない
まあ、実際すべての広告主の様に皆さんに使っていただけるんですが、まあ、向き不向きというものがありますので、まあ、その辺簡単にご紹介させていただきたいと思います。最初はですね、向いてるケース、これはやはりパフォーマンス、トラフィック重視の、大規模な、例えばリテールだとか、旅行系だとか不動産系ですね、その送客がそのまま、売上や利益に結びつきやすい、オンラインでコンバージョンが完結するようなビジネスだったり、そういったところは、呼び込めば呼び込むほど、売上につながるような、そういったビジネスをされている方は非常に、これは向いていると思います。で、大規模な製品群やサービスを展開している、もう製品だけで例えばネジ1個取っても型番で、何百個ありますよとか、なんか洋服のパターンのデザインだけでも、もう何十種類かける何百パターンみたいな、そういった大規模な、製品展開をされているお客様ももちろん、いちいち一個一個の製品でキーワードを、どうしよう、広告テキストどうしようって考えるよりかは、システムに任せた方が、楽という意味では、向いてるかと思います。あと、流動的な在庫管理ということですね。これも、もちろん、込み入ったシステムを自社で開発されていて、API を使ってもうリアルタイムで在庫と連動して、広告の運用も運用し、あのビットを変えて、入札単価を変えてやってますよみたいな、そういったお客様ももちろんいらっしゃると思いますが、動的検索広告はそのインデックスされている情報をですね、そのページ上でもちろん在庫儀礼みたいな形でページが表示されていて、その情報がインデックスされれば、それを例えば除外のルールとして設定することで、在庫がないものには広告は表示しない、在庫があるものだけ表示する、そういったルールを書くことができます。そういった流動的な在庫管理しているサイトにも向いていると思います。で、最後、コンバージョンオプティマイザーや拡張 CPC を利用しているということで、やはりこれも最初のパフォーマンス重視のお客様と、コンバージョンターゲットの CPA が設定されていて、顧客の獲得単価というのがある程度設定されていたら、それをベースに、入札単価も自動で調節して、余計な、もちろん検索エリには広告を表示しずに、そういった理想的な動きをすることができますので、このコンバージョンオプティマイザーや拡張 CPC を使われているお客様にも有効かと思います。で、逆に不向きなケースですね。ブランド重視です。オンラインでウェブサイトは基本的にはブランディングベースなので、コンバージョンも完結しません。そういった、お客様はあまりこれを活用してもメリットが少ないかもしれません。で、往々にしてブランド重視の、お客様は、最後の4番目にもあるように、インデックスができないようなテキストの少ないなんかフラッシュを多く使ってたり、イメージを重視に構成されているウェブサイトの場合ですね、これもやはり、インデックス情報が少ないという意味では不向きなケースになります。で、2番目、これも限定的にもう必ずキャンペーンでこのランディングページに、特定のランディングページに、着地させたいんですとか、もう決まった検索よりこのブランドのキーワードしか運用しないんです、そういったポリシーのある運用のされ方であれば、もちろんキーワードキャンペーンでそういったポリシーで運用していただいて、やはりこの動的検索広告にはちょっと向かないタイプかと思われます。で、3つ目、これちょっと残念ながらですね、衣料品オンラインのドラッグストアであったり、政治向けのコンテンツを運用されているお客様の場合は、ちょっとアドバイスのポリシーとして、この動的検索広告を活用していただけないケースがありますので、ここもあらかじめご了承ください。で、これ実際にアメリカのケースなんですが、これは不動産のケースですね。このトレイさんっていうのが、やはりその扱っている物件情報、マンションだとかアパートメントの空き情報が、在庫情報が流動的に変わるということで、自分の検索広告の運用の仕方もそれに対応しなければいけないと。で、5年ほど前にアドワーズを始めていただいて、キーワード数ですね、複数のキャンペーンで1500万以上のキーワードを運用していると。で、それでもやはり、トレイさん自身としては、やはりどこかビジネスチャンスを逃している、自分のキーワードをいくら150、1500万キーワード運用していても、それが全てでないと、それはうすうす分かっていたということですね。で、これで、動的検索広告を使うことで、その抜け漏れですね、を網羅すると。で、その結果、コンバージョン数としても、大体、プラス47なので1.5倍。で、それに対して、獲得、平均獲得単価ですね、コンバージョン単価、CPA も、
マイナス 50% を達成したということがあります。これもちろん US のケースなんですが、もうベータテストとして長年日本でも展開してまして、複数の大手のお客様、日本のお客様でも同様な成果というのを見受けられます。はい、でこれちょっと非常に興味深いデータなんですが、動的検査広告を、その全世界でユーザー非常に今多く、ご利用いただいているんですが、その中で、実際にキーワードの、運用の下、パターンと動的検索広告のパターンでそれぞれの、クリック率とコンバージョン単価というのを比較したベンチマークのテストの結果になります。これはブランドターム、ブランドの言葉を抜いて一般的なキーワードに限定して、それぞれ、ちょっとしたトラフィックをコントロールしてエクスペリメントをして、AB テストのようなものをするんですが、それで部分位置のキーワードに対して、動的検索広告の広告が出ていった時の比較、これは CTR では 12% プラスで、コンバージョン単価 CPA ではマイナス 25% で、フレーズ位置のキーワードをプラス 8.2 のクリック率 CTR でマイナス 30% の CPA、 これを見て分かるように、部分位置やフレーズ位置のキーワードの運用の仕方に対して、動的検索広告非常に高いパフォーマンスを出してですね、これはやはりキーワードの運用というのは、そのキーワードに入札してその先どういう広告テキストで、広告を表示するのか、そこの組み合わせが非常にキーになっています。部分位置フレーズ位置で運用されているキーワードは比較的一般的な言葉なので、広告テキストもそれほど関連性が高くしづらいんですね。一般的な広告テキストを使わなければいけない。それに対して完全位置のキーワードは例えばブランド名であったり会社名であったり、そういったところはもう広告テキストの中に、もうその言葉自体を使って非常に関連性を高めた広告テキストを、作成することができるので、比較的コントロールが効いて、パフォーマンスも良くなると。そういった意味では、動的検索広告は完全位置で運用しているようなブランドターム、ブランドのキーワードに対してはもちろんそこはターゲットにしてなくて、部分位置やフレーズ位置で運用しているようなキーワード、一般的な言葉、ノンブランドのキーワードに対して動的検索広告を併用することでさらに底上げになる、そういったところがこの表から見て取れるかと思います。はい、で3つ目ですね、実際にじゃあ今まで製品概要を通して、実際に活用事例を見てきましたが、じゃあ実際にどうやって設定するのか、そういったところをご紹介したいと思います。まずキャンペーンを作成するときに、最近アドバイスの管理画面をご覧いただいている方はお気づきになられたかもしれないんですが、新しいキャンペーンを作るときに、それはディスプレイのネットワークのキャンペーンですか、検索のキャンペーンですか、いろいろ選択肢をここで表示しているんですね。で動的検索広告は基本的には検索ネットワークの、機能なので、選択肢としては検索ネットワークのみというものを選択して、キャンペーンを作成します。で次のステップで、全ての機能もしくは動的検索広告、このいずれかを選択していただいて、端的に動的検索広告だけであればシンプルに、動的検索広告で、他の機能、例えばサイトリンクや他のオプションも使いたい、ある程度この知識がある方は全ての機能の方を選択していただいて、次に進みます。で3つ目、ここ非常にトリッキーなんですが、ウェブサイトのドメインを指定します。ここで注意していただきたいのは、サブドメインとか、その最初のホスト名ですね、ここを入れる必要はないんですね。例えば、www.example.co.jp みたいなものを運用していると想定して、ここで表示するのはあくまでも最初のドメイン部分だけ、 www みたいなホスト名は省いて example.co.jp だけを入力してください。で例えばサブドメイン別に、ビジネスを違うビジネスを展開している、ドメインを運用されている方はドメインの設定としては同じにしていただいて、後ほど自動ターゲット設定というところのルールの書き方でサブドメインを URL このドメイン名を含むみたいな形で指定する運用の仕方になります。ですのでここはあくまでも、メインのドメインですね、トップレベルのドメインプラスその自社の、プライマリーのドメインのところだけを設定してください。で言語、おおむね日本語かと思いますが、基本的には、日本語で1キャンペーンにつき1言語の選択になりますので、違う言語で
キャンペーンを運用したい方は別のキャンペーンを作っていただいて、例えば英語なら英語、フランス語ならフランス語、中国語なら中国語と、キャンペーンごとに1言語ずつ設定してください。ここの言語設定を変えることで、例えばインターナショナルなグローバルなウェブサイトを運用している方は、その言語に合わせたインデックスページを拾って広告を配信しますので、ここは言語、基本的には1言語、1キャンペーンでお願いします。で、その次、キャンペーンを作成してから、広告グループの作成に入るわけですが、ここで若干今まで皆さんが普段ご覧になられているキーワードも、通常のテキスト広告とは、若干異なる、画面に、なります。で、冒頭の昨日製品概要のところで申し上げたように、広告のタイトルとリンク先 URL、 こちらはシステムが動的に挿入しますので、皆さんが設定する必要があるところは、あくまで広告テキスト1、2と表示 URL、ここだけになります。で、一部トラッキング URL ですね、何かいろいろパフォーマンスをトラッキングしたいということで、トラッキングのパラメータ等をつけたい方は、この下のトラッキング URL の入力方法という、リンクでヘルプセンターにも飛びますし、下にご紹介しているパターンですね、3パターン、バリュートラックというオプションを使うことができますので、基本的には一番下の unescaped.lp.url、こちらを使っていただいて、後ろに、トラッキングのパラメータをハテナの後にこうつけていただくようなイメージ。で、サードパーティーの別の、ドメインでトラッキングのサービスを活用されていて、自社のドメインと違うパターンですね。そういった場合、一番上の、そのトラッキングのサービスの、ものに、カッコ LPURL というところを使って、トラッキングの URL を設定していただくことです。真ん中のもの、LPURL パスというもの、ちょっと古いバージョンの、ベータの時に使っていたものなので、基本的には使わなくて結構です。で、1番目か3番目のものですね。このどちらかを使っていただくことになるかと。で、広告グループを作成するときですね、一番最初に、広告グループを作成すると、すべてのウェブページっていうルールと、あとは、10個までのカテゴリーのルールっていうのが、最大10個まで、動的に作成されます。で、そのキーワードの代わりに、この自動ターゲット設定のタブの下で、動的広告ターゲットというものを、ルールとして設定する必要があります。で、その設定できるパターンとしては、URL、すべてのウェブページというのはデフォルトで、URL、カテゴリー、ページタイトル、ページコンテント。この4つのルールをベースに、キーワードの代わりに運用していくイメージになります。で、それぞれ、例えば URL、これシンプルなんですが、自分のウェブサイト、例えば example.co.jp のスラッシュ、T シャツスラッシュみたいな、ページが T シャツのページですよということであれば、URL に T シャツを含む。この例の場合ですと、セールのページですね。example.co.jp の、URL で言うと、スラッシュセール。これを広告として運用し、したい場合は、URL でスラッシュ、セールスラッシュを含むみたいなルールを書いていただいて、で、カテゴリー、これは Google がインデックス情報をもとに、そのお客様のウェブサイトをカテゴリー、お客様専用のカテゴリーをちょっと作ってまして、例えばこれは、サイトマップの情報であったり、ウェブサイトのナビゲーションの、情報、そういったものをベースに、私がexample.co.jp で、例えば T シャツとか衣類を扱っているところであれば、カテゴリーで T シャツが出てくるかもしれませんし、この場合、例えば例のケースは、レビューとかキッチンとかショップとかありますが、これもウェブサイトのストラクチャーから、システムが自動で、カテゴライズする、カテゴリー体系をここに表示して、URL がバラバラでも、なんとなくその T シャツのことを言ってるなとか、なんとなく、総合的に判断するとベビーだなということであれば、そういったカテゴリー分けを自動でしてくれるので、そのプルダウンのメニューから自動でこう設定されているものに対して選択すると、そのページにカテゴライズされている、ランディングページ、ウェブページをランディングページとしてターゲットすることができます。これはちょっと、実際に運用してみないと、
いろんなカテゴリーというのは見られないので、まあ、最初のうちは、最大10個まで、まあ、運用していく中でレポートを見ていただくと、細かいカテゴリーを見ることができますので、後ほど確認いただければと思います。で、3つ目、ページタイトル。これはウェブページのタイトルに何かを含む、まあ、そういったことですね。で、ページコンテント。これは、ページのコンテント本部の中に何か言葉を含む、そういったところで、ターゲットする、しないというルールが書けます。で、最後のページコンテントのところは、基本的にはターゲットというよりも、まあ、除外設定で使われることを推奨しています。例えばその在庫がないみたいな、そういったところで、除外するというイメージですね。で、これ確認方法ってちょっと出してるんですけど、検索する際にそのサイトコロンであったり、in URL コロン、まあ、in タイトルコロン、in テキストコロン、まあ、こういうふうに検索していただくと、実際にどういうページがインデックスされて、そのルールにマッチするかっていうのを、皆さんご自身で確認することができますので、そこも合わせて、使ってみてはいかがかなと思います。で、もちろんその手動でどのくらいのページがインデックスされているかというふうに見ることもできますが、UI 上でですね、新しく表示項目というものをウェブサイトのカバレージというものを追加していただくと、自分が設定したその動的広告ターゲットのルールが、そのドメインのインデックスされているページのうちのどのくらいをカバーできるのかというものを、見ることができます。ですので、この場合ですと、まあ、全てのウェブページをターゲットということであれば、何か除外している場合は、まあ、その除外分が引かれますから、まあ、98% みたいなのを見てみると、まあ、2% は除外されているもので、ほぼ、全てのページで、あとはルールの書き方によって、だいたいそのインデックスされているページのどれくらいの、ものがカバーできてますよというのを確認することができます。で、ヘルプセンターですね、今の説明したようなサイトとか in URL とか in テキストとか、まあ、そのオプションを使ったページはこういうふうに見れますよみたいなのを、まあ、Google の AdWords ケースに、これ僕が実際作ったんですけど、表示してますので、ぜひ皆さんどういったことなんだろうって思っている方は、 AdWords Help 動的検索広告って検索していただくと、一番上に表示されるものですね、その中で、仕組みを表す例というところのこの Google の例の URL をクリックしていただくと、僕が今説明していることが目に見えてわかると思います。そのルールの書き方によってインデックスされているページヒットする数ですね、数千から数万とか数字が変わっていくと思いますので、ぜひ試しにやってみてください。はい。で、最後、これレポートですね、2つ動的検索広告で、使えるレポートがあります。1つは、皆さんキーワードキャンペーンで運用されているときにもご利用いただいているかと思いますが、検索クエリレポート、まあ、検索クエリを表示ということで、これも通常は皆さんキーワードタブからキーワードを選択して表示したり、ディメンションタブというところから表示しているかと思いますが、そのイメージでいうと、キーワードタブの代わりに自動ターゲット設定というタブから、そのルールを選択、もしくはすべて選択して、表示すると。そうすると、どういった検索クエリに対して、どういうランディングページが自動的に選択されて、そのランディングページのタイトルと検索クエリで関連のある言葉から生成された広告のタイトルですね。どういったものが表示されたかっていう、で、それが実際どういうパフォーマンスに落ち着いたかっていうのが確認することができますので、これは実際運用を始めてから、毎週最初のうちはこまめに確認していただくのがいいかと思います。これ動的検索広告を何も除外設定しないで全てのウェブページを対象に配信してしまうと、もうそれこそ会社概要のページであったり、サポートの何も商用性のない、関係のないページだったり、そういったところにも配信する結果になってしまう可能性が高いので、いかにそのネガティブな除外キーワードを設定するかというのがポイントになります。で、またその選択されたランディングページやカテゴリーも見て、ここはプロダクトのページと全然違うから除外したいみたいなところもあれば、もちろん除外することも必要かと思います。で、もう一つのレポート、これカテゴリーレポートですね。先ほど の自動で設定できるルール4つありますよのうちのカテゴリー、運用しないと分かりませんって説明したのがこのものです。で、これもカテゴリーを表示ということで、実際にそのルールにマッチしたクエリーがどのように、ごめんなさい、ルールにマッチしたランディングページですね、それがどのようなカテゴリー体系に分けられているのかというのを確認することができますので、これもその特定のカテゴリーで、例えば検索クエリが伸びてインプが増えてるな、インプレッションが増えてるなということであれば、そのカテゴリーだけを別の広告グループとして運用して、
入札単価を調整したり、例えばその広告テキストのテンプレートをですね、説明文1に、広告テキストに1、2というところをその、カテゴリーに合わせて、書き直してもいいかと思います。はい、ここで、一通りですね、セミナーの内容としては、最後のスライドになりますが、3つのキーポイント、ちょっと簡単におさらいしたいと思います。1つ目、もうこのキーワードキャン、動的検索広告というのは、今運用されているキーワードキャンペーンを取って変わるものではなくて、キーワードキャンペーンで7割、8割、重要なキーワードを抑えていただいて、そのビットだとかランディングページはコントロールするキーワードとして運用していただいて、それを補完する形で動的検索広告を運用していただくのがベストかと思います。で、大体スタートするイメージとしては、キーワードキャンペーンの予算でいう、5%、10%ぐらいからスタートして、パフォーマンスを見て、増やしていく、減らしていく、そういったところがいいかと思います。で、入札単価も、そのカテゴリーやルールをイメージして、キーワードだったらどうするというところから、最初は例えばその、高い ROI を目指すのであれば、50%もしくは75%ぐらいからスタートして、パフォーマンスが出てくるようであれば、どんどん引き上げていくのも結構かと思います。スモールスタートでまずは始めていただいて、でオプティマイゼーション、最適化、もちろんその先ほど紹介した検索レポートであったりカテゴリーレポートを見て、何を除外すべきか、投網は広く投げてるんですけど、網目が広すぎると余計なものを拾ってくるので、そこをどう絞り込むかっていうところですね。そこを、定期的に、運用していくっていうのが一つのポイントになります。で、それは2つ目のレポートを確認してくださいというところにもつながりますが、やはり定期的にその週次で毎週検索レポートを見ていただいて、各週ぐらいでカテゴリーレポートを見ていただいて、何を除外すべきか、何を個別に、広告グループとして運用すべきか、そういったところも、継続的に、最適化するというのが成功のポイントになります。で、最後に、その他の機能とも併用できますよ、活用してくださいというところで、比較的相性がいいのがサイトリンクですね。サイトリンク普通に使うだけでも、CTR って非常にプラス十何パーというふうに上がる。そういったところは、動的検索広告でもご多分に漏れず、非常に相性のいい機能になってますので、これも、キャンペーンを設定するときに、動的検索広告だけで作ったとしても、設定からすべての機能を利用可能にする、そういった変更もできますので、そこでサイトリンクを設定するのもいいかと思います。で、合わせてコンバージョンオプティマイザーやエンハンス CPC、ごめんなさい、拡張 CPC を使っていただくと、ビットの調整、入札単価の調整も、パフォーマンスに応じて動的に、キーワードを運用しないで、広告テキストも動的に、入札単価も動的に、全部システムに任せると意外に、結果が良かったりするので、ここも試していただくとよろしいかと思います。はい、ちょっと駆け足ではございましたが、一旦ここで、説明資料としては終わりと。で、大変お手数なんですが、セミナーのですね、アンケートをお答えいただいて、で、そのアンケートをお答えいただいた後、非常に今12件ぐらい質問が来てますので、その代表的なところから、ライブで回答させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それではちょっと皆さん、フィードバック、アンケートのご協力よろしくお願いします。じゃあですね、ちょっと上から、上、あ、すみません、答えられるところから答えさせていただきます。まず質問いただいたのが、在庫とどのように連動するのですか、売り切れという文字を除外設定するんですか、通常のリスティングの在庫を連動する方法はありますが、よろしくお願いします。はい、これですね、例えば通常のキーワードキャンペーンとして運用する場合は、皆さん裏で在庫システムと連携させて、そのものがなくなったら、例えば、キーワードを、そのキーワードの運用自体をポーズにするとか、一時停止にするとか、それはシステムとして、特別なプログラムを API を使って開発する必要があるんですが、この動的検索を使った場合は、その部分ですね、在庫切れかどうかっていうところを、もちろんそのベース、ウェブページにその在庫切れかどうかを表示するシステムは別に開発していただく必要はありますが、その実際に広告の配信との連動という意味合いでは、そのページがインデックスされるケースですね。
これは実際に今、エクスペリメントで、これもホワイトリストベースで、ちょっとやる可能性があるんですが、本当に頻繁に日々、例えばデイリーディールのような、なんかクーポンサイトであったり、そういったところも、もう何時間単位で在庫が変わりますよ、こういったケースもですね、通常の、クロールするタイミングよりももっと頻度高くクロールして、その在庫切れという、そのウェブサイト上に表示された情報というのを、取ってくる、そういった動きをしまして、それが、ウェブ上に表示されてクロールできたタイミングで、除外広告の配信からそのランディングページとしてはそのページに、ユーザーを送客しない、そういった動きになります。なのでちょっともう少し端的に答えようとすると、どのように連動するのですか。在庫との連動はシステムはもちろん開発していただいて、広告配信との連動はそのインデックスされたタイミングでそのルールが、除外設定されていれば広告配信の対象から外れますと。で、2つ目、自動で入札を引き上げる点について、ラインをボーダーライン、どのラインをボーダーラインとしてシステムが判断するのでしょうか。これはどのラインというのは非常に外には開示できないシステムの判断になってしまうんですが、今、統計的に例えばそのコンバージョンオプティマイザーやエンハンス、拡張 CPC がこういろいろ難しい計算式で、そのユーザーが検索した時間とか、ユーザーがどのブラウザを使っているとか、どの地域から検索しているとか、いろんな情報を加味して、だいたい予測する、プレディクティブ CTR というこう予測する CTR と計算するんですが、それと同じようなイメージですね。その動的検索広告のシステムが、その今までの、過去、もし新しい検索クエリだったとしたら、システムワイドとして、全体的に今まで、そういう検索クエリだったら、クリックされたかされてないか、コンバージョンしたかしてないかっていうのを、総合的に判断して、されづらいっていう判断になったら、自動で何パーセントか引き下げると。これは引き下げるのは、0から1の範囲でいきますので、もう入札しないという判断になるかもしれませんし、50%で入札するという可能性もあります。これもちょっとどのボーダーラインっていうのは、何とも言えないんですが、過去のその履歴、そのアカウントだけでなく、もちろんアカウントの履歴を重視しながら、アカウントに履歴がない場合はシステムワイドに、ちょっと総合的に判断して、決めるということになります。で、3つ目、パフォーマンスの低い検索クエリに対して入札した、これも同じですね。どのぐらいのスケジュール、引き下げたくない検索クエリ、URL については、これも今のところ引き下げたくない検索クエリっていうふうに URL についてっていうのは、ユーザーさん側、広告主様側ではちょっとコントロールはできないですね。これはもう本当に、アズクオリティ、広告の品質の、バックエンドの裏方での、ロジックの一つとして捉えていただいて、ちょっとユーザーさんはシステム上何もできないので、結果、テストした結果、非常にポジティブな結果なので、そこはちょっと信じていただくしかないですね。社名、次の質問です。社名よりも商品名の方が認知されている場合、URL に社名を使っている場合と、商品名の場合は商品名の方がいいのでしょうか。社名より商品名の方が認知されている場合は、URL に社名を使っている場合と、商品名の場合は商品名の方がいいのでしょうか。これは URL のルールを書くときに、社名か商品名かどっちでやればいいんですか。答え、例として、お餅製造メーカーで餅 JP の方が自社名の JP よりもいい。これは実際にですね、先ほどのルールで言うと、サイトコロンのそのドメイン名を入れていただくと、どれぐらいのページ数がインデックスされているか、見れると思います。もしくは、キーワードツールで URL を入れるところがあるので、キーワードツールにアクセスしていただいて、例えばこの餅 JP って入れたときに表示されるキーワード数と、自社名 .jp って入れたときに表示されるキーワード数を比べていただいて、キーワード数が多い方がおそらくバリエーションが多いと。そういった判断もできるかと思います。答えとしては、両方運用してくださいと。で、そのプライオリティ優先度どうつければいいですかっていうのは、サイトコロンでどれぐらいインデックスページがされているのかっていうのと、キーワードツールに URL を入れていただいて、キーワード数がどれぐらい出るのか、それを判断していただければと思います。あとはGoogle トレンドとかを使って、どっちの方が有名かっていうのも相対的に比較することができますので、Google トレンズって検索して入れてみるのもいいと思います。ウェブアンテナの次の質問です。
ウェブアンテナのような計測ツールでリダイレクト型で入稿しているのですが、動的検索広告ではリダイレクト URL で、入稿しているものは対応していないのでしょうか。リダイレクト URL でしかダメでしょうか。先ほどのトラッキングのところの質問だと思いますが、ポイントはシンプルで、そのトラッキングの URL に最終のランディングページの URL がフルフル入っているかどうかがポイントになります。で、どこかリダイレクトをかけているときに、最後に着地するランディングページの URL を含んでリダイレクトしている場合は対応できますが、何かサーバーサイドで、データベース上でその ID と最後の URL を紐付けて、URL 上じゃ見えないケースですね。ID 何番みたいなのが、ランディングページこれですよってサーバーサイドでやる場合は、残念ながらトラッキングできません。これはちょっとシステム上、動的に URL を差し込む動きになりますので、そういった場合は対応できないですね。はい、次、広告タイトルがどのように表示されるのかが気になっています。例えば、競合名や商標、法令違反に抵触する表現が露出可能であるのでしょうか。これ、いい質問ですね。これ、実際にですね、皆さん、テキスト広告を運用されている場合に、ポリシーに反しているのは表示されないのと同じ仕組みを使っています。ですので、その辺は何かポリシー違反になっているもの等は、動的に表示されない、フィルターがかかるように、これは通常のテキスト広告と同じになります。で、あとですね、基本的には検索クエリと、ウェブページのタイトルに対して、表示されますので、競合名が、クエリとかウェブタイトルに含まれなければそもそも出ないですね。はい。いい質問、またちょっと、来ましたね。品質への影響、これ品質スコアのことですかね。品質への影響はどのようなものがありますでしょうか。この品質への影響って品質スコアだと思いますが、通常の、キーワードキャンペーンに対しては、これ独立して、裏で動いてますので、一切品質スコアには影響ありません。ですので、同じアカウント内で動的検索広告をキャンペーンを作って、その結果、パフォーマンスが良くても悪くても、他のキーワードのキャンペーンには影響しませんと。URL の設定の仕方をもう少し分かりやすく説明してほしい。はい。これ実際にですね、管理画面にアクセスしていただいた方が、分かりやすいかもしれませんが、動的検索広告、ちょっとスライド戻りましょうか。ちょっとスライド戻しますが、管理画面上でですね、この URL っていうところをカテゴリーの下に2つ目あるんですが、URL っていうところを選択していただくと、次の言葉を含むみたいな、画面に切り替わります。で、そこのテキストボックスの中に、例えば URL、私がexample.cogp スラッシュセールススラッシュ T シャツ、T シャツがセールですよっていうページが、その URL で表される場合は、フルで example.cogp スラッシュ、セールスラッシュ T シャツを含むというルールでも構いませんし、端的にスラッシュセールススラッシュ T シャツ、URL をどう表現するかだけですね、登録していただいても構いません。で、じゃあ実際にそれでどういうページがマッチするのかっていうのは、ここにあるように、サイトコロンのオプションを使ったり、インタイトルとか、inURL、この辺を組み合わせて、実際に Google で検索したときに何ページヒットするか、それを見ていただくとイメージがつくかと思います。はい。あ、またいい質問来ましたね。すでに登録されているキーワードと動的検索でクエリが被ることはあるのでしょうか。これ、ヘルプセンターも探せばこの記事出てますが、答えとしては、ありますと。ただ、基本的にはないです。ないはずですと。で、動き方はですね、基本的に広告の二重配信を防止するポリシーっていうのがあるんですが、例えば一つのお客さんには一つの広告しか、出さないように配慮しますよっていうところで、表示 URL が同じ広告がキーワードキャンペーンからオークションに入ってきた場合、これは常にキーワードキャンペーンの広告が、基本は優先されます。なので、複数のキャンペーンを運用していて、キーワードのキャンペーンも動的検索広告のキャンペーンも広告としては関連性があってオークションに行きました。で、そこで、表示 URL を比較してキーワードキャンペーンからの広告があった場合は、基本的にはそちらを優先します。で、ただ、例えば私がキーワードとして T シャツを運用していて、動的検索広告も T シャツの広告を
出してきた場合、この場合で若干例外があります。それはキーワードキャンペーンからの広告が、例えばバジェットの都合でこう、絞り込みが入ってて、オークションに行けなかったケースだったとか、一時的にキーワードをポーズしてた、まあ、そういった場合も表示されます。あと、キーワードが、キーワードキャンペーンからのキーワードが部分一致の場合で、広告ランクが著しく低い場合、まあ、QS が非常に品質スコアが悪いとか、そういった場合で明らかに動的検索広告の広告の方が品質スコアが高い、広告のランクが高い、オークションで勝てそうという時は、そちらが例外的に優先されます。ですので、基本、登録されているキーワードが優先されるんですが、その予算の都合とか、必ずしも 100% インプレッションシェアがあるわけじゃないので、オークションにない場合は、もしくは部分一致で広告ランクが低い場合は、動的検索広告が代わりに補完するケースがあります。はい、時間があとじゃあ少ないので、あと数個ちょっといきます。実際に生成される広告タイトルを確認する機能はありますか？これは残念ながらですね、広告配信する前に確認することはできません。ですので、実際に運用していただいて、検索クエリレポートを確認していただくのが、唯一の方法になります。まあ、そういったこともあって、スモールスタートで始めていただいて、比較的予算も、入札単価も通常のキーワードのキャンペーンの75% 前後ぐらいからスタートして、運用していく中で、何がいい悪い、まあ、そのいい検索クエリは、ごめんなさい、悪い検索クエリは除外キーワードとして登録したり、あまり広告として、出したくないランディングページがあれば、それも除外設定していただく、まあ、その除外設定も同じようなルールですね。 URL でこのページを含む、場合は除外するとか、このウェブページのタイトルを含むときは除外する、そういったことで、最適化をしていく形になります。はい、じゃあ、あと、いけるところまでいきましょう。既存の広告グループで動的検索広告を追加することもできるようですが、そうすることで動的検索広告の広告も共通のものではなく、その広告グループに応じたものを表示できるので、 CTR を高めたりできる効果があるのでしょうか。ちょっとこう質問の意味を正確に捉えられているかわからないんですけど、既存の広告グループに動的検索広告を追加することはちょっと避けた方がいいですね。これは基本的にキーワードのキャンペーンと動的検索広告のキャンペーンは分けて運用していただくのがいいと思います。で、CTR 高めてもその QS 的には独立しているので、あまり、影響は少ないと思います。はい、部分一致の、スマートフォン、モバイル、タブレットへの配信は全て可能でしょうか。はい、インデックスされていれば可能です。で、モバイルといったときに WAP はちょっと対応しないですね。フィーチャーフォン、ガラケー、従来型電話の特別のサイトは、ちょっと難しいかと思います。基本的には Google の、ウェブサイトにインデックスされていることが前提になりますので、まあ、そういった意味ではインデックスされているページであればスマートフォン、タブレット、PC は OK です。はい、あとじゃあ1個2個いきましょう。ルールを、ルールを設定した場合に、どういったルールが、複数重複する場合にどちらが優先されますかみたいな、ところですが、ルールを書いたときに、該当するページが少ない方が優先されます。例えば、サイトを運用していてT シャツで、先ほどの検索で、例えばサイトコロンエグザンプル COJP の、T シャツって検索して、100件ヒットしました。で、今度例えば、T シャツ長袖ってやったら50件ヒットしましたということであれば、ヒットするルールがですね、ルールにヒットする、ページ数が少ない方が優先されます。はい、じゃあ最後1個だけにしましょうか、時間が少ないので。どれいきましょう。じゃあ最後これいきましょう。動的検索広告で表示される広告タイトル、広告表示は公取に抵触する可能性ありませんか。公取っていうのは広告の取り締まりですか。基本的に、その広告その他の、先ほどもちょっと触れましたが、
テキスト広告として運用されている範囲ですね。それは同じポリシーの審査が入りますので、まあ、ここの部分はその他のアドワーズのテキスト広告と同様として考えていただければと思います。で、もし何かこう問題になりそうな、タイトルが万が一表示された場合は、ちょっと、まあ、営業、担当営業、もしくはどっか問い合わせから、問い合わせしていただければ、ちょっとリアクティブになりますけど、対応させていただけるかと思います。はい。じゃあ、ちょっともうお時間になりましたので、一旦ここで終了させていただきます。また何か質問等ございましたら、まあ、Google の担当営業いらっしゃる方であれば、その担当を通して、ご連絡いただければと思います。もし、そういった窓口がない場合はですね、Google の、まあ、問い合わせフォームが、おそらく AdWords を運用されている方であれば、そういった質問するフォームがありますので、まあ、そちらから、お問い合わせいただければと思います。それでは皆さん、アンケートにもご協力ください。ありがとうございました。